5月29日、府中創生会ハーモニカ同好会が活動を再開しました。普段は月に2回、府中老人憩いの家で練習をしていますが、今回はなるべく密にならない場所で練習をしようと、木山の山頂にやってきました。メンバー同士が再会するのはおよそ2ヶ月ぶりとなります。活動休止の期間中は、これまでのレパートリーや、指導している岸本優子さんが楽譜にした課題曲をそれぞれ練習していました。この日は1時間ほどで10曲以上を練習し、有意義な時間を過ごしていました。現時点では施設への慰問もなく、来年1月の府中創生会芸能発表会がお披露目の舞台となりそうです。みんなのリクエストをもらって私がカラオケを作ったんですね。それでみんな各自家で練習して、今日はその発表の場になりました。ロケーションもいいし、みんなとやっぱり仲間っていいなと思いました。今のところ何も先の予定はないんですけど、みんな元気でこうやって集って練習ができたら、それが一番です。今日はもう本当にすがすがしかったね。本当良かったです。だからハーモニカの練習もいいけど、みんなとはこう会うのもいいんですよね。ハーモニカ合わせて歌う豊富吉居、パノラマの木山の長女天地歌詞、これは弟の嫁が作った句です。まさしくはぴったりの感じですね。そうですね。どうですか、久しぶりでみんなに練習して。会えて楽しかったし、良かったと思います。そうですね、早く今度6月に皆さんと会うのが楽しみです。はい。府中創生会では里山クラブなどその他の同好会についても、可能なものから活動を再開したいとのことです。